キチャンネル。ちょっ、こんにちは。サバイバル選手。さあ、はい、この季節がやってまいりました。はい、キャンプインです。うん、はい、サバイバルポジションっていうね。そう、サバイバルポジション、はい、ね、あのよく監督コーチが言うんですよ、はい、いやポジション白紙ですとか、うん、全員競争させますって、うん、嘘つけっちゅって横一線っていうね、何が横一線やねんっちゅって、オートレースの0100ぐらいのハンデ戦やんすよっつって絶対1位やろっていう。いや、まあまあもう絶対出るって決まってる選手はいますよね。 100% いるよ、怪我しなかったので。まあそうですね。そういうのに横一線って嘘ばっかり言うから、うん、いやでもやっぱこう奮起させるために嘘で、でもやっぱ嘘言われてんねんて。え、信じるじゃないですか、若い選手は。いや信じてねえよ、嘘つけって思う監督の威厳が減っていくよですかね、うん、あ、そうですか。だって嘘ついてんねん、もう分かるやん。まあまあ確かにルーキーで入ってきて、だって俺らの時によ、はい、横一線だからっつって、はい、ファースト福浦さんじゃなくなることあるかっつって、はい、キャッチャー俺じゃなくなることあるかっつって、ショート西岡じゃなくなることあるかっていう、うん、ないや、巨人で横一線ですっつって、うん、え、岡本もですかみたいな。まあ、それはないですね。岡本なんて、岡本だったらもう多分よーいドーンって、うん、あのなるや、はい、なった瞬間にもう表彰台の一番上いると思うもう立って待ってます、ね、あれ、あれみたいなそうですね、もうそのあたりはそうですね、うんうん、だからよく嘘なのよ、嘘ばなのに言うんよ。だからもう決まってる、そういう飛び抜けてない選手の中では横一線ってことですかね。そうそう、だからそれをどこがあるのかっていう、はい、まあ、キャンプの見方とともに、はい、ね、まあ、キャンプインしましたから、うん、多分したと思うのよ、はい、この動画が出るときは。そうですね、うん、だからそれを見越して全チームのこのキャンプの見どころ、はい、課題っていうところをね、見ていきましょうというところで、はい、今日オープニングはチャールズ・マリーズ。お、これ去年もねロッテからだったんですね、やっぱりね。そうだ、はい、やっぱあの言うこと多いやんでも元気なうちにね、もう言うことも、言うこと、はい、言うこといっぱいあるよもう、はい、ね、そうですか、うん、だってドラウト編成も、はい、ボロカス言ってたわ。言ってました。うん、ロッテだから試合に出てるだけって言ってたあ、言ってましたね確かに言ってた、うん、だからそのロッテの、はい、ロッテのサバイバルポジションはね、うん、え、決まってるポジションあんのかな逆に。え、これ私去年のこの動画見たんですよ、うん、そしたらロッテほぼほぼもう決まってるって言ってましたよ去年は。言ってた言ってた言ってた、はい、今年 ね、 去年の、うん、今年決まってるポジション言っていい、はい、ファースト、うん、外まあ、まあ、新外国、新加入の外国人で、うん、どうせ外よりホームラン打てる日本人おらんからそうですねしかも外守備いいからね、うん、何よりね、うん、はい、うん、で、DH ポランコ、はい、決まりよ、決まり、ホームラン王です。あ、うん、あと全サバちゃん、この1年で全サバになりました。うん、それぐらい低いね、うん、わ、まあ、まずちょっと考えていこう。はい、そうです ね、ポジションごとにね、うんうん、中村翔吾がサードにコンバートなんだよ、うん、ってなった時に、はい、ね、まあ、ぶっちゃけサバイバルやと思うけども、うん、サード中村も何気に決まってると思う、うん、まあ、中村翔吾選手はどこかでは絶対出ますよね。うん、まあ、出てるよう、無サバイバル、無サバイバル、うん、中村翔吾が無サバイバルだったら、はい、もうやばいね、ロッテは。そうですか。2割ちょろしか打てへんやつがもう確定やで。そうですね。そんな寂しいチームないで、正直。ですね。でも、うん、そこで出てた人間をコンバートさせるって、ほぼ確や。うんうんうん。その、出てないからコンバートさせるんだったら、はい、競争だけども、うん、そのセカンドっていうポジションで試合に出てた人間がサードになるってことは多分もうサード中村は確定なんだよ、うん、だってサード守らすからサード行ってるのに、はい、別にサードで守らせないんだとセカンドのままでいいや、うん、そうですね、うん、だから何気に確定してるんだよサード、うんうん、中村は、はい、俺はもうそんなチームで弱いと思うけど、うん、それがもう翔吾がめっちゃ奮起して、はい、今年結果出していった話は変わるけども、あのシーズン途中で変わる可能性あるけども、うん、開幕サード中村はもうほぼ俺は決まってると思う、何気に、はい、だからコンバートさしてんだよと思う、うん、じゃあセカンドは、セカンドはあの不調か確定、そうですね、うん、だそれで出すためにセカンド行ってるわけ、うん、だから何気にセカンド不調かとサード中村はもう確定してるかもかね、うんうんうん、そのロッテの中ではね、はい、でショートが茶谷と友杉の競争らしい。じゃあここがサバイバルですね。で、もうキャッチャーはもう本当誰が出てもいいレベルだからね。うん、あの低い意味で。去年はやっ
ぱり松川選手が出るんじゃないかって言ってた吉井さんね。そうだからまあもうそれはもう思い切って育成に特化したんちゃう、はい、2軍でね、うん、でまあ、終盤で田村にな、はい、チャンスやったけど、うん、もう捕まえられへんからな、うん、打率より低いから、打率身長より低いから、うん、で外野ね、うん、中部選手とか戻ってくるんですかね。いやだってもう自主トレとかも聞かれへんから、うん、だって手術するとか言ってたから多分戻ってこられへんと思うよ。そっか、うん、もう全員だから荻野、岡、角中、藤原、まあ、角中はもうレギュラーとして出ない。あですか。で山口、うん、まあ、石川とか、うん、もうそこら辺で、で上田球とか。あそうですね、うん、外野とか全サバちゃう。ああでもそう思ったら、ね、だって黙っててまだ荻野が出てたらやばいよ。荻野隆史今年39歳やで。あそんな行くのか。うん、まあ、外野は全サバちゃう。うん、確かに正直、はい、で上田選手も入る隙はあるってことですもんね。全然あるよ、全然あるよ、うん、普通に。だって外野なんて今年の年齢で33歳岡、はい、で33歳ポランコ、うん、で37歳角中、39歳荻野に頼ってんの何しとん。しかも年齢構成ほぼ一番頑張らなきゃいけない20この後半6歳から30歳までの間のレギュラーゼロに、うん、それがやばいね。そうですね。正直なんでこの現象が起きてるか知ってる？知らないです。うん、そうショートガチャばっかりしてるからなかなか苦しいね。野手がこう目立つ選手っていうのが本当にまあね、いない。うん、全くもって正直。そうですね、まあ、だから外野は本当にまあ外野こそじゃ横一線ですか。だから山口、藤原とか出てこなきゃいけないんだけどね。いや本当そうですね。それがなかなか出てこないからね。この山口、藤原とかがハマればいいんだけど、うん、全くハマらないからね、うん、結局でまた岡荻野よろしくっつってもう30歳オーバー、うん、正直だからもう荻野、ね、とか角中とかいなくなったら本当きつい ね。 そうですね。代打もおらへんしな。まだ安田選手の前出てないですけど、うん、出るとこないんちゃう。だからもう外野コンバートした方がいいんちゃう。あ外野もできますみたいな。だって外が入ってきたから、うん、ファーストはもう絶対外じゃん、うん、よっぽどのことがない限り、はい、しかも去年謎の外国人ブロッソー途中で来てるからねもういるかっていう。そうですね、あれだったらもう安田で何が良かったやろな正直、はい、謎の外国人ブロッソーね。でも今内野こうやって見てると安田選手入る隙ないですね。なんか中村がファースト行ってファーストソードだったらだってファーストサードしか守られへんねんから出るとこないやん、うん、だからもう中村をサードにコンバートしたっていうところで、うん、もう安田を見切ってんのかなみたいな。終盤ね、いいとこで打ってましたけど ね、 ねどうすんのやろな、うん、ミラクルあるんちゃう。ミラクル、うん、いやいや、中村もう一回セカンドってコンバートさせたのにえ、でもそれで藤岡選手それか安田か外野の練習した方がいいよね。あ、じゃあもしかしたらキャンプしてるかもしれないですよ、うん、でもサードの、安田サードの守備そんなに下手くそなわけじゃないからな、うん、それだったら中村翔吾外野行ったらいいんちゃう。足もあるの。ああ、足考えたらそうですね、うん、まあ、肩がどこまで強いかちょっと疑問符つくけど、別に取ってから早く投げたらそんな別に 50m ぐらいちゃんと投げれればいいからな。もしかしたらキャンプで練習してる守備位置変わってるかもしれないですよ。外野、外野だから安田どうすんやろな、うん、それかもう安田か中村どっちか使えへん、どっちかしか使えへんみたいな。もうどっちかはもうもういいんじゃん。安田も中村ももうサードとか外野も両方練習させたらいいやんな。あ、2人とも、うん、うん、あと山口ももう外野行くしかないからな。うん、ファーストに外と、はい、だってポランコ守らせるぐらいだったら山口とか守らせといた方がいいやん、うん、だからポランコ外はもう DH とファースト確定やん、うん、絶対、はい、しかも中村をサードで使わないんだったらサードにコンバートさせへんやんな、うん、普通に考えてます、うん、そう考えたらもう中村に最初はね、はい、途中からどうなるか分かんないよ、うん、最初は中村サードセカンド藤岡で確定してると思うね、うん、で安田行くとこないな、うん、キャンプはもう安田がどこの練習してるか見ようか。そうですね、まあ、あと中村翔吾選手もどこやってるかなっていうのは注目ですね、うん、でもあれですね、そう思うとそこの固まってる内野手すごい難しいですね。うん、そうだね、うん、池田とかもう出るとこないな。だからもうライド行っか、ライドそうなるのよ。だって結局安田もドラフト1、中村翔吾もドラフト1、うん、藤岡が多分ドラフト2やと思うね、うん、上位でそれをそこってたらそいつらに託すわけやろ、うん、それなのにまだ内野バンバン取ってたら、うん、こう余んの分かってるやん、うん、普通に考えたら、はい、そうなるよね、うん、で外野がスカスカや、はい、で外野も誰もハマらへんっていう、うん、どうすんやろ。
まあ、やっとね上田選手取りましたけどね。うん、だから上田も全然チャンスあるよな。ありますね。だからもうねロッテの一番ダメなところ俺も今気づいたわ、はい、喋ってて、はい、低いレベルでいっぱいいるね絶対じゃないで、はい、うなぎで言うと、はい、竹みたいな。うなぎ、松竹梅、うん、竹みたいな、はい、がいっぱいいるわ、はい、だから絶対できてないけど使ってやりたいよな、うん、なんで、はい、でも絶対じゃないで、うん、そんなやつばっかりいんで結局。じゃああれですね、だからぶっちゃけさ、はい、格おらんくない。だからもう岡本選手とか、うん、そうそういうとこですね、うん、だからもうだからじゃあパリーグで言うと、はい、じゃあソフトバンクだったらもう近藤柳田みたいな、うんうん、とかオリックスだったらじゃあ今だったら紅林とか、うんうんうん、まあ、確実にそこっていう選手ですね、うん、確実 に胸とか、うん、確実にみたいな、うん、まあ、まあまあまあのサバイバルみたいな、うん、もう絶対そいつでしょみたいなね、うん、だってよくあれじゃないですか、やっぱオリンピックとか代表に出る選手は野手っておらんもんな。ね、だからさ、ね、俺がこうやって言って、いやサードは中村確定やろって言った時に、うん、文句絶対来んねん。なんで確定なんですか、確定じゃないでしょって絶対コメント欄来てんねん、はい、100%、うん、文句言われない人いない今思ったけど、はい、いや中村コンバートしたんやからそれ出すやろ、うん、この俺の意見も弱くない、まあ、なんか中村がすごいから出るじゃなくて、はい、コンバートしたりってことは使うってことやんなーっていう推理推測やん、はい、だ確実に実力で出るって方がいないってことですね。おらんよな、うん、でもそれこそじゃあもう横一線じゃないですかロッテに関しては。いや外とポランコだけだと思う。そうですね、まあ、そこはそこの2人はね、いやそこが出れへんぐらい日本人が頑張ってくれたら強いと思うよ、はい、でもそれを今の時点で想定するのは難しい、はい、って考えたらぶっちゃけ、うん、全サバやな。そうですね、どこでも出れるよ、うん、チャンスあるよちょっと頑張ったら、うん、どうするふた開けてみたら、うん、上田久とサード守ってたいやでもなくはないよ、ね、開幕どうする上田サードだったら、うん、あるよな、はい、別にだ去年の成績見てたら、うん、中村翔吾も安田も、うん、レギュラーになって言えんやもん、うん、でキャンプオープン戦で外野の選手がすごい頑張って上田選手も出るとこなくてでも調子よかったらサードって、ね、あるよな。ありますね、全然あるよな、うん、セカンド中村だったらどうする開幕あるよな藤岡選手があまりこう調子良くなくてとかね。いやいや、ほんで茶谷と友杉があんまり大したことなくて、はい、でまた藤岡翔太で一緒やみたいなだそれぐらい固まってないってことなんですね。固まってないというか、まあ、成績が乏しい、うん、みんなのだから妥協しなきゃ、妥協してこの選手みたいになるよ、うん、正直、うん、そうじゃないように選手たちはもっと自己の能力を上げなきゃいけないよね、うん、だから俺にこんなこと言わしちゃダメだよね、うん、正直選手たちは、はい、だから多分今年プレミア中にあるけども、はい、多分辞退者も出るから、うん、ちゃんとした代表にはなんないと思うけども、はい、そこにも名前上がってけへんと思うね、頑張らないと、うん、正直そうですね、うん、あとピッチャー見ないといけないですよ。ピッチャーは、はい、まあ、毎年取ってるから年齢構成はいいんだよ、はい、でも先発でいうと佐々木朗希でしょ、うん、で種市でしょ、うん、で西野でしょ、はい、うん、で落ち今、うん、中村とか来んのかな今年ね、22歳ね、メルセデスね、うん、ここらぐらいか、うん、先発中森のことですか。あ、中森、これ何ちゅうた、中村ってことですか。あ、中村、うん、中森三馬、うん、まあ三馬はまあ6番手、7番手争いでしょ、うん、まあ大ベテランになってきますもんね、もう年齢的にね、うん、で、リリーフがコルデロとかフェルナンデス、うん、まあ、マッスンでしょ、うん、沢村、沢田、西村、うん、大野とかか、うん、ね、リリーフはでもあれですか、まだ空き枠ある感じですか。そうやな、でも確定って人が、確定で先発はでもノーサバイバルか、結構綺麗に埋まってますね。佐々木朗希、種市、西野、大島、メルセデス、うん、だから一つじゃん、一つ誰が入ってくる、一つをだからその中森とか、うん、それこそじゃあ元前とか、うん、まあ、美馬とか北滝とかが、うん、で広田は先発かリリーフはよく分かんないけど、うん、そこら辺ちゃう。去年も先発足りなくてリリーフデーっていうのが結構ありましたもんね、うん、だってそれは足りひんよ。足りないですね、中6日で回られへんやつばっかりそんな、いや中6日で回ったら足りんねんで。そうですよね、でも中10日とかにするから、はい、足りなくなってきたり、で去年とかだったら途中で佐々木朗希いなくなったとか、うん、で種市もとか、はい、いなくなってるから足りんくなるだけで、そう薄いかな。そうですね、うん、あ、シャレそうですね
だそう薄いんだよね、あとは森とかね、はい、あと菊池がどうするんだろうね、前になるのか先発足りてない感すごいありますね、うん、そうそう、層が薄いから、はい、そうですね、で石川がね、はい、あの育成になるからね、手術するからね、で外国人のフェルナンデス、ダイクストラ、コルデロ、メルセデス、フェリス、フェリス育成だけど、うん、でいるんだけど、でも結局外とポランコ入れるわけじゃん、だ今年も多分5人だと思うんだよね、外国人、うん、あと3人しかいないから、メルセデス入れたらフェルナンデスとコルデルとダイクストラ、ここの2人から2人しか入れないから、リリーフだからね、はい、正直だから先発じゃないんだよ、うん、外国人はね、でリリーフはだから先発は1つ空いてるね、はい、1つの枠を誰が取りに行くか、うん、でリリーフは、まあ、松田でしょ、うん、まあ、沢村でしょ、うん、西村、沢田、小野、うん、で坂本、うん、中村とか入ってくるのかな、左が2人いた方がいいからね、うん、で横山、うん、ほぼ大阪だね、リリーフはそうですね、いますね、であとフェルナンデス、コルデロだから、はい、でダイクストラもいますからね、あ、うん、だまあでも外国人はこの3人の中の2人だから日本人と戦わない、うん、そうか、そうか、あ、そう考えたら、え、リリーフ7人だからマッスンでしょ、絶対マスダ、はい、西村、沢田、沢村、坂本、ここは絶対だと、はい、あと2人、あと2人、え、フェルナンデス、コルデロだ、あ、まあ、外人2人か、うん、だからもう中村とか小野とか横山とか危ない、うん、だから大谷とかもね来る可能性あるからね、ああそうだ、ルーキー、ルーキーね、うん、で木村とか早坂とか、まあ高校生だから、はい、泳いだけど脳そばやな、今年も20、コロナ明けだけどまだ29番で済んのかな、これベンチ入り、昨日決まったね、そうなん、31、うん、はい、一緒でしょ、はい、31、31だったら登録でベンチ入りは26、うん、だから14、あと1人ぐらいいけるな、ピッチャー、うん、ピッチャーはもうリリーフ1枚ぐらいだね、はい、サバイバルは、よっぽどのことかない、リリーフも1枚ずつ、1枚ずつだね、うんうん、を誰が取っていくかだね、はい、うん、あでもそうなると野手もサバイバルいっぱいありますし、投手もね1枚ずつはあるので、でも1枚ずつしかないからな、そんなトータル成績から見たらそんな大したことないけど、うん、何気に枠が埋まってんな、はい、だこれを高いレベルで争うと強いんだけどね、うん、なんかまだ竹だからねやっぱ松の勝負してほしいね、そうですね、うん、正直ね、うん、っていうところかな、はい、だからいやもう正直野手はもう全サバやろ、うん、もう開幕誰がどこ守ってるか分からないですね、どこ守っててもおかしくない、はい、もう本当もうこうなったらすごいなって思うのが、もうサード上田、セカンド中村、ショート藤岡、えみたいなそうですねそこら辺だからもうシートラックとか見とけば面白いと思うよ、はい、誰がどこ守ってるのか、うん、下手して安田とか中村外野も守ってるじゃんっていう、はい、それありますよね、ねえ、うん、まあそういったところをね、はい、見ながらキャンプ見ながら、うん、はい、見ていきましょう、はい。